それでは聞いてください、タッチキスホルミーダス。Bye.
できる場所があるって信じてる。
は何にだってなる。ピエロにだって
暑い夏の夜、トラックの荷台に大きな脚立を乗せて、ヘッドライトつけて無邪気に笑うあなた、くぬぎの匂いに包まれながら、大きな背中を追った走った小さな歩幅、でもまだまだ好きなことになるけど、もしも願いが叶うのならば、同じ卓を囲んで最初の杯を交わそういいベッドに貼り付けられた枝のような手足、消毒液の匂い、少し冷たい空気、明日を捨てずに疲れつ出る敵が染みる傷は抑えてた立ち上がって心と違うこと分かってるのに、声を聞くだけで力をもらえたよ、早すぎた別れ、これからって時に
開くのだ。今さ、またお会いしましょう。スミスとミです。エマージェンザジャパン2022オンライン選考ファイナルやってきました。やってきました。はい、予選とねセミファイナルと、はい、皆さんのおかげで勝ち進んでくる、来れました、来れました。はい、メッセージもたくさんいただきました、はい、本当にこの期間嬉しかったです。ありがとうございます、はい、ございます。月間 MVP みたいなのもいただいたので、ね、はい、いただきましたね。このままグランプリ目指して、そうですね、いきましょう、はい、ね、感謝の気持ちを込めて、はい、オリジナル曲スミスとミーであの光のその先へ。
よろしくお願いします。スミスとミーでした。逆